こんにちは、快適アートです。前回のイラストメイキングはこんな感じのクラゲの絵を描いたんですが、今回からは着物のシリーズに戻って春らしいイラストを描いていきたいと思います。今日はチューリップと着物のイラストを描きます。鉛筆を塗った転写用の紙を作り、水彩紙にイラストを転写していきます。今回も画面全体にたくさんのモチーフを入れたので、色を塗る時間だけでも10時間以上はかかりました。またダイジェストで短くしてお送りしていきます。墨を吸って線画を描いていきます。自分で鉛筆で作る転写用の紙は結構薄めにつくように作っているので、あんまりこするとこの転写したラインが消えてしまいます。一番消えたら困るなというところから書き進めていくようにしています。チューリップは線画の段階でこんな風に細かいシワまで書いておくと、花びらのパリッとした感じが出やすいです。全部線画を描けたら次は下塗りをしていきます。僕運動の絵墨、目を使っていきます。まずは全体的に薄い色味で下塗りをしてから、ウェットインウェットで乾かないうちに色味をにじませています。ほっぺの色味は乾いてから薄い色味を化繊塗りして周りをぼかしました。こんな感じで薄い色味をたくさん重ねるようにしながら陰影や色味を描いていきます。今回は目の色を緑色にしました。紫色を落とし込んで瞳孔を描いています。こんな風ににじみで描くとふわっとした印象の目になります。目元にオレンジ色を足していきます。今回はかなりオレンジ味の強いメイクを意識して塗りました。春っぽい色味にしたかったので、あまり暗い色は使わず明るい色味を重ねていきます。髪の毛のベースの色味を紫色で塗っていきます。今回髪の毛の色味はいろんな色味が筋状に入り混ざったような感じをイメージして描きました。この髪型に名前がついているのかなと思って調べたんですが、ユニコーンカラーっていうのが一番近い気がします。ユニコーンカラーは紫とかピンクとか、あとは青緑みたいな色がところどころ筋状に入っているようなグレーシュな髪型です。結構ポップなヘアカラーも多かったんですが、私はどちらかというとかなりグレーシュな感じをイメージして塗っています。紫、青、緑を塗ったベースに黄色なども重ねていきます。半襟の部分を朱色で塗っていきます。半襟は白がよく使われますが、今回は派手にしたいので結構濃いめの色にしました。吉祥の顔彩を使って着物や帯の色味を塗っていきます。金の顔彩を使います。先ほど塗った色味が乾かないうちに上から落としていきます。少しこれは誤算だったんですが、周りに白い模様みたいになりました。いい味が出ているところは残して、少し失敗したなと思うところは消しました。金色の点々のラインで装飾していきます。次に帯の色を作っていきます。あらかじめ色味を作っておきます。
ピンク色で塗ったところは水を落とすようにして模様をつけています。髪の毛の描き込みをしていきます。青っぽい色味で影を入れていきます。線を描くようにして塗ってからそれをぼかすようにして陰影を描いています。編み込みの部分は細かくシワを描く作業と大まかに影らせていく作業を交互に繰り返しています。前髪はうっすらした感じなので薄い色味を重ねています。前髪も少しボリュームを出したいので暗い色味を入れていきます。チューリップの色味を選んで背景を塗っていきます。このセットは24色入っているんですが、赤系の色味がたくさん入っています。こちらの7色でチューリップを描いていきます。水で画面を湿らせておいてから全体的ににじみを使って彩色していきます。ふんわりした感じの下地ができたら少し筋を描くような感じで絵の具を拭き取っています。下の方には乾かないうちに黄色をなじませていきます。縁側には赤色味を入れました。画面を完全に乾かしてからまた濃い絵の具をつけています。これも払うような線で筋を描くようにして陰影を描いています。今回は背景も着物もかなり色味がたくさん入っています。着物の柄などにリアルブラシを使っていきます。こちらは染料インクの水彩ペンなのですごく発色がいいです。帯揚げの下塗りは結構鮮やかめにしたかったのでこのマーカーを使って下塗りをしていきました。塗ったインクを水で溶かすとこんな感じで透明水彩のような感じで使えます。下塗りができたら金の顔彩を使います。桃金色を上から重ねていきます。リアルブラッシュで着物の柄を描き込んでいきます。今回はいろんな柄の手まりがたくさんあるような着物の柄にしました。リアルブラッシュはすごく腰があって先が細いのでこういう細かい柄を描くのにすごい便利です。ただ水で溶かしていないと結構にじんだりするので上から重ねる場合は注意が必要です。細かい柄にグラデーションをつけながら塗っていきます。カラーブレンダーを使ってぼかしています。他の柄も絵の具やリアルブラシを使いながら全体的に色味を入れていきます。髪飾りも真っ白なままだったのでここも塗っていきます。金色の顔彩で柄の縁取りや装飾をつけていきます。こういう細かい柄を金で縁取っていくのは細かい作業なんですが、ラインを描くと同時に少し形なども修正できるので、隠蔽力の高い金色の顔彩はこういう作業にぴったりです。次にファインテックプレミアムの偏光顔料の絵の具を使います。見る角度によって色味が変わって見える不思議な絵の具です。手まりの柄などをこれで描いていきます。こういう着物でよく使われる古典柄などは千代紙のセットを1セット持っているとすごく描きやすくなります。帯にも柄入れをしていきます。直線を使って幾何学っぽい模様を描いていきます。
次はこちらの偏光パールの絵の具を使っていきます。パッと見た感じは全部白色なんですが、光った時に違う色味に見えてきます。こちらの絵の具は前回の作品で結構がっつり全体的に使っているので、もし気になる方はそちらの動画も見てみてください。全体的に色味が入ってきたので仕上げの作業をしていきます。人物の細かい描き込みをしていきます。最後にアクリリックのイリデッセンスを使います。こちらはメタリックなカラーとパールのカラーが入っているんですが、私はパールの方が気に入っています。クロマパールイエロー、レッド、それからブルーを使います。こんな感じで透明なんですがキラキラのラメがたくさん入っています。薄く全体的に塗り重ねたり少し盛り上げるようにしてディテールを描いていきます。半襟の模様はクロムパールレッドを盛り上げて描きました。盛り上がったところは白っぽい色に見えるんですが、少し透けて見えるようなところはかなり赤っぽい色味で光ります。クロムパールレッドを赤いチューリップに重ねています。全体に重ねずにこれも必要なところだけ筋を描くようにして描いています。花びらの付け根側は水でぼかしているのでこんな感じで光ります。髪の毛はクロマパールブルーを重ねました。クロマパールイエローでハイライトを入れていきます。少し盛り上げてから指で上から押すようにして潰しています。コピックマルチライナーウォームグレーを使ってまつげなどを描き加えていきます。細かい髪の毛の線画もこれで少し最後に足しています。こんな感じで完成しました。全体的にキラキラとしていて、柄の部分は特にかなりたくさんの偏光色顔料を使っているので、いろんな色がたくさん見えてカラフルな絵になりました。帯の部分にはパールの偏光顔料を使っているので、光が当たった時だけ鮮やかに模様が出てきます。春の着物シリーズはお花と着物の女の子の組み合わせで、あと2作品描いて3作品連作にしようと思っています。またお時間ある時にチャンネルを見てみてください。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご感想などもコメント欄でお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。